はい、おはようございます。今日は7月20日、海の日から1日過ぎまして、今日から1週間が始まりますね。まあ、夏休みに入られた方もいるかもしれませんけども、まあこういう感染症の世の中ですから、休日がね、多い方と少ない方と極端なのかもしれませんよね。時間は5時18分です。昨日までの相場解説にちょっとね、反省点がありまして、まあ、ありていに言って私の買いという仮説は外れてですね、 W にもならなかったということで、で N にもならなかったんですよね。 N になり損ねて W だと思ったら W にもならなかったということで、 N も W も外れということでございました。でその辺を込みでちょっとね、これはね、状況が分かんなくなってきたなってことなんで、しばらく観察することによってと同時に、今までどういうふうに見るべきだったのかということを自己反省しながらの今日の相場解説になります。この自己反省、実はね、実力をつけるためにものすごく大事なんで、一緒にお付き合いください。それでは画面を切り替えていきます。こちらです。はい、まずデイリーなんですけども、N にも W にもならなかったっていうのはここですね。四角で囲みますけども、ここです。 N になってほしかったのはここなんですよ。こういう風になって、ここをブレイクしてね、 N を作ってくれればセルでよかったんですよ。でもそうならなかったんで、あ、これはならないなと、跳ね返って W を作るんだなと思ったんですよね。でこういう風になって、一番最後の陰線が陽線でこういう風になってくれればね、 W の完成で倍が取れていたんですけども、これにもならなかったと。そうなんですよ。ここまで行ってさらに下がっていって形なんですよね。じゃあこれをどういう風に反省するべきだったのかってことを4時間1時間で見ていきます。これが実力をつけるためのプランドゥーシーチェックですよ。はい、こういう風に見ればよかったんですよ。ここを破ったら売りに向かうよってことですよね。非常に単純ですよね。これチャンネルラインをここで作ってるんで、これはいいんですよ。でその後下にブレイクして一旦落ち着いて、これが上の方にグーンと伸びるよって考えちゃったのが私の昨日のミスでした。そうではなくって、なぜかわかんないけど、ここからね、折れ曲がっていって、でこちら線を引いてあるところね、ここをブレイクしたらセルにエントリーするよってことでしたら、ここまで取れてたと思うんですよ。だから惜しかったですよね。で1時間の方見ていきますね。今ね、こうやって振り返ると分かりやすいんですよ。ここではここを破ったらってことを考えればよかったんですよ。ここを破って下の方に行くようだったらセルで入ればいいよっていうふうにね、力点が3つ重なってますもんね。1回上からドーンと来て、2回目ここでドーンと叩いて、3回目ここまで上がってドーンと叩いた時に下の方にズバッと抜けたわけですからね。だから109円の695でセルをかけているのが正解だったということ、これを昨日できていればよかったねってことだったんですけども、私のね、 N と W に的を絞ったところ、分かりやすくはなったんですけども、それ以外の仮説っていうのが成立しなかった、成り立たなかったってことで、昨日の取引は、トレードは私の負けということになります。ね、綺麗にロスカットされて、そのまんま下がって上がってきたところでございますね。で、こういう時はちょっと頭を冷やさないといけないです。自分の何日かかけていた仮説が、例えば今回ね、N と W の2つの仮説を立てたんですけども、どちらもそうならなかったということで、第3仮説とか第4仮説は成り立たなかったのかってことなんですよ。今振り返ってみると、ああ、こうだったのかってことがわかるんで、次はね、こういうミスがないというかね、こういうミスが起きる可能性は非常に低くなりましたけども、そういう意味でうまくいかなくなった時とか、ロスカットを食らった時はどうしてそうなったのか、ロスカットは何で起きたのかってことをやっぱ振り返ってね、自分が仮説したものと違う方向に行ったわけですから、その仮説がどうして間違えたのかってことを今みたいにね、反省するべきかなと思っておりますね。じゃあ本日は以上ですね。ちょっと今日はリフレッシュするために1日相場を見ませんので、また明日の朝新しい気持ちでお会いしましょう。それではありがとうございました。